ディスパッチャーズ岡野明人でございます。ものすごい恥ずかしいね。これ1年ぶりなん？これそうです、1年ぶりのディスパッチャーズです。コール？そうです。前回何やったか覚えてますか？え？1年前何やった？あ、分かる分かる、あの声のやつや。声のやつだと井口君のメロディー。ああ、あれね、あれ1年前ですか。はい、すいません、ご無沙汰しております。番組の説明、岡野明人が発信者となってディスパッチャーズ、何か今を、発信したいことを届ける番組。違ったっけ？いろいろね、声の回もやりましたね。声の回もやりましたね。いっぱいテープ回してるね。はい、今回の企画は8月23日に、リリースされます岡野明人のソロアルバム、Walking with a Song、 こちらが、リリースされるという発表の企画です。本当にどこまで言えるかわからない。本当に今をときめくアーティストから、曲を提供していただきまして、本当に何だろうな、こう自分的にはこんなにありがたいことはないというか、まあ僕自身が本当に楽しんで歌って作った、わこんないい曲歌えるんだとか、まあ、多分この後映像もいっぱい出てくると思うけど、あ歌いながら何回歌ってもこれ楽しいなとか言いながら歌ってると思うんですよ。だからそういう意味のなんかね、この先リリースして皆さんがどういう風に、感じてくれるかはそれ楽しみなんですけど、なんかその前に僕の中ですごく本当に楽しませてもらったというか、あんまりこう出てみんなにどういう反響があるかなっていうことよりも前に、僕自身で楽しませてもらったアルバム、曲たちがたくさん入ってます。はい、6曲分の、新曲が、皆さんがまだ、耳にしたことない曲があるという、そんだけ分のいろいろこう、その一曲一曲にエピソードがいろいろこう映像についてくると思いますね。はい、見てもらいたいというか、まあ本当に僕自身がさっきも言ったけど楽しんでやったなと思うんですよ。それは初めて会うアーティストの子に僕も緊張しながらというか、でもその作ってくれた方のそのなんかワイワイこう楽しみながら、こうこんな風にやればいいんじゃないか、あんな風にやればいいんじゃないかっていう、そういう作業の中に僕をあの空気を据えたこともすごく良かったし、でなおかつその日本の音楽シーンを本当にこう切り開いていくような才能を目の当たりにして、僕自身もすごく刺激を受けたし、なんか本当に実りあるというか、充実したこうソロアルバムになったと思うので、まあ、その僕がなんかもうウハウハしているようなアップアップしているような場面もあると思うんですけど、その辺も全部克明に映像に残してもらっていると思いますので、その辺も楽しみに、そしてソロアルバム、とてもいい出来だと思いますので、その辺も楽しんでいただきたいなと思います。密着をこのディスパッチャーズで配信していきますので、さらにスペシャワー TV でも放送予定ですので、その辺も楽しみにしていただけたら、その先いろいろまた企画もね考えてるんですか、なんかあるんですか、なんか考えてるようなので、その辺も皆さん引き続き楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
すごいね。できたない？ねえ、めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。